ここが最深部か。いよいよだな。今まで以上におっかねえ場所だな。何が起こるかわからない。慎重に行こうぜ。俺にはもう無理だ。兄貴の代わりにニールとキースを守っていくなんて俺にはできない。俺は兄として失格だ。確かにそう思った時期もあったな。お前はずっと逃げたいと思っていた。兄との約束を果たすことか。そうだ、確かに俺は兄貴との約束が重荷だった。でも今は違う。俺は俺らしく、あいつらの兄貴としてこれからも踏ん張っていくって決めたんだ。あいつらだけじゃない。今はお前やハウンドのみんながいる。家族に支えてもらいながら力を合わせてやっていく。兄貴たちの思いを背負って生きていくことに何の恐れもねえ。なんだまさかこれがコアエンゲージか。すっげえ力だ。やってやる。一気に型をつけようぜ。
しいデータが取れたよ。お前には本当最新部で聞かされた通り、俺はずっと兄貴だよ。と いた検証が無事成功したみんだよ。あんま褒めんなよ。そろそろ戻らっ。お？なあ、そこの間キースと一緒に探索に出たんだが、その時にジーク兄ちゃんが戻ってきたら見ようと思ってさ。なんで？あ、いや、ジーク兄ちゃん。バカ野郎！バガラリーの最新見つけた時の感動、解析中。偉大な兄を差し置いて、人はニール、キース、最新シーズンは年功序兄貴の弟で、うん、だが俺たちにしかし最新うん、そうだね。全力で単独干渉を阻止。オーケー、行こう。なあ、頼むよ。この交渉が成立、ハウンドの奴らが持つ対抗適応型装置、俺とあんたの取り分は何？またその話、何度も言わせるな。俺はきっと、あんたにとっても俺のコネとバランの資本力がありゃ、超長距離走行の実現を誰よりも急いでいたのはあんたじゃねえか。あんなケツの青いガキどもに勝った。ソーマーシックザール、この間面白いものを見つけてな。海域で発掘されたデータサーバーからさ、 AI の解析によると、薬剤の三賢者の一人、誰かさんに似てると思う。それがどう？俺はどうにもこれが、あんたの経歴も調べさせてもらったが、ただあんたを信頼する。ちくしょう、後悔するなよ。